三富兜ぶとは日本のプロレスラー。慶応義塾大学文学部在学中に UWF 関東学生プロレス連盟で塩吹き号として学生プロレスを始める。3年時に学生プロレスサミット2012でメインイベントを務めた。2013年1月、ユニオンプロレスに入団。4月、白報道に就職する。しかし、 大学卒業前に交通事故に巻き込まれて、学生プロレス最後の舞台となるはずだった、学生プロレスサミット2013を欠場して3月10日に、予定されていたデビュー戦も中止。7月28日、ユニオンの対、石川修司戦でデビュー。2014年1月、白宝堂を退社したことを発表して、プロレスに専念する。3月、 明け物の欠場などでカードが変わり全日本プロレスに初参戦。青木敦史とのシングルで敗北。また本家である塩崎剛との対面を果たした。さらには塩崎の熊本外線大会では塩崎が試合後に両親や親戚と写真を撮る中で一緒に写真を撮っている。6月麻布十番でマチコンプロレスを開催。 男女合わせて138名もの参加者を集める。12月4日、ツイッターで会社の不利益となる情報を発信したとして、12月6日より60日間の出場停止の処分を言い渡される。また、原因となったツイッターアカウントも消去。12月5日、美少年プロレスの試合中に受けたバックドロップにより、軽髄捻挫、胸椎打撲。 頚椎症性神経寝症となる負傷。3月に復帰。2015年10月、ユニオンプロレス解散後はフリーに転校。様々な企業とタイアップしたイベントプロモーションの企業を考案。12月には、愛媛でマチコンとタイアップしたプロレスを行っている。12月5日のレッスルマイナス1横浜大会で売店にいた会に共闘を直訴。会からは、 学生プロレス時代のリングネームの潮吹きと呼ばれている。12月24日、レッスルマイナス1に参戦して、海、翔太と共にユニット自由軍を結成して活動する。2016年1月、愛媛プロレスを発起人として旗揚げ。2017年1月、レッスルマイナス1リザルトチャンピオンシップ初代王者決定トーナメントにエントリーされ、 初戦の甲府大会で、後の初代王者となる、土井隆シを相手に接戦を展開。5月20日、小田原アリーナ大会で、王者、土井隆シと再戦し、シングルプレイヤーとしての引き出しの多さを見せるも敗北。8月、プロレスリング ACE に対して、批判を展開。2019年9月30日。 令和のバブルを作り出すをモットーに、プロレスの開口を広げるべく、プロレス団体、PPP 東京の旗上げ。2021年5月より、リングネームを三富株と賞に改名。2021年には、ソフトオンデマンド及び SOD クリエイトとのコラボレーション工業を発表。ありがとうございます。